こんにちは、ベビーチャンネルです。今回はお絵かきパンダ焼きを作って食べてみたいと思います。簡単、パンダのパンケーキ、お絵かきパンダ焼き。大きくなったよ。増量したよ。パンダシート1枚入り、水だけで作れる。パンダシートをなぞってお絵かき、混ぜて、描いて、チンする。約50秒。裏側に詳しい作り方が載っています。それでは開けてみます。せーの、こちら。中身はこんな感じです。1番の粉、2番の粉、パンダシート、スプーン、絞り袋、トレイです。パンダシートは本当はこっちが表です。それでは早速作っていきたいと思います。Let's enjoy cooking! 三角カップを切り離します。トレイ1のところに1番の粉を入れます。もうチョコの匂いする。三角カップ1杯の水を入れます。スプーンでよくかき混ぜます。絞り袋を折り返し、そこにチョコの生地を全部入れます。このように袋の上をひねります。袋の角を少しだけハサミで切ります。パンダシートの絵に沿ってチョコの生地を乗せていきます。できました。このように隙間ができないようにしっかり塗ります。次は白い生地を作っていきます。2番の粉をトレイ2の方に入れます。なんか割り箸っぽい匂いがする。割り箸。三角カップ2杯の水を入れてよく混ぜます。もう白い2、よし、混ぜます。なんか黄色い匂い、変わった。点線の外にはみ出ないように注意しながら白い生地を入れます。こちらを電子レンジで加熱していきます。これをそーっとひっくり返します。湯気出てる。そーっとシートを外すと、おー、かわいい。こんなにかわいくできました。見た目もとってもふわふわっぽいです。ちなみに1回焼いた時点でこのくらい生地が残っています。もう1枚は焼けないけど、半分はいけそうです。いただきます。さあ、どんな味がするでしょうか。まずプレーンのところからいきます。ホットケーキみたいな味で美味しいです。次、チョコのところいきます。あ、チョコだ。美味しい。一緒に食べた方が美味しいです。ヤミー。結構薄味なので、生クリームやメープルシロップを添えて食べても美味しいと思います。食べちゃった。美味しかった。クラシエのお絵かきパンダ焼きの紹介でした。バイバイ、また見てね。 See you, goodbye。